もうちっとしたら鍋開けて魚の具合見とけ。あ、はい。あの、なんだかごめんなさい。見学って言ったのにお手伝いさせてもらっちゃって。うん？別に構わねえよ。ありがとうございます。おい。はい。おめえ、昨日料理してたのか。え？あ、その、冷蔵庫の中のもん、お前が夜長起きして作ったんじゃねえか。本当はそれだろう、夜中の物音ってのはよ。ごめんなさい。別に謝ることじゃねえだろう。その、言い出すタイミングなくて。風邪で寝込んでる奴のために何かしようと思ったんだろ。何も悪くねえだろう、初めっから言いやいいんだ。それはそうですけど、でも、そうですね。なんで言えないのかな。ま、人間そういうもんかもしれねえけどな。え？最初に天田の協力を断ったことな。危険だなんだって理由あるつもりだったが、よく考えるとなんで断ったのか。俺も同じか。もしかすっと俺にはそんな資格ねえってどっかで思ってんのかもしんねえ。資格ですか？あ、なんだよ。炊いたお米洗っちゃうんですか？雑炊とかで煮るときは軽く洗っとくと、なんつうかスープがドロドロしねえからな。そうなんだ。ま、難しいな。けど人間理屈に合わねえもん抱えてっから人間ってか。荒垣先輩、ちゃんと胸張ってりゃいいんだ。はい。天田くんが張り合っちゃおうとするのも実は同じなのかもしれませんね。弟がお兄さんに張り合ってる感じっていうか。あ、私兄弟いないから想像ですけど、天田くんも理屈じゃなくて憧れの裏返しみたいなところもあるのかなって。憧れ？俺にか？それはね。そうですか？もう魚出していいぞ。あ、はい。よし、次は米だ。え、これ全部入れるんですか？ん？おかしいか？いえ、何ですかそれ？ナンプラーだ。知らねえか？ちっと入れりゃ風味が出る。ああ、ほんといい香り。待てよ、これお前が買ったもんじゃなかったか？あ、かもしれないです。基本の使い方はわからないうちからそういうのばっかり増えちゃって。あ、よかったら何でも使ってください。だからってお前、調味料に風邪薬ってのは正気じゃねえだろ。え、成分わかっちゃったんですか？あの、あれはそのデータを取るための実験試作っていうか、そのまま食べてもらうつもりじゃ。実験って、台所では料理しろ料理。ごめんなさい。ま、こんなもんか。結構量多くないですか？一人食ってたら周りも食いたがんだろ。ついでだ、飯時だしな。